インガ・ババコワインガ・ババコワは、ウクライナの陸上競技選手。1996年アトランタオリンピックの銅メダリストである。ババコワは、リトアニア人の両親のもと、ソビエト連邦のトルクメン共和国アシガバードにおいて誕生。旧姓は、ウトクス。ソータカ飛びの選手として活躍した。 彼女の1988年当時のベスト記録は1九9 2であったが、結婚し、最初の出産を終えた後、1991年には2メートル0に、まで記録は向上した。1991年の東京の世界選手権では、1九9 6で、ドイツのハイケ・ヘンケル、同じソ連のエレーナ・エルシナに次いで3位となる。ババコアは、ソ連解体後、ウクライナ代表として、 競技に参加。ウクライナ代表として、最初のメダルは1993年の世界、室内選手権の銅メダルであった。同年夏の世界選手権は、欠場、翌1994年のヨーロッパ選手権では1メートル93で4位となったが、1995年はイエーテボリの世界選手権では、1メートル99で、ブルガリアのステフカ・コスタリノバ。 ドイツのアリーナ・アスタフェイに次いで3位となる。この1週間後、ババコアは、障害事故最高の 2m05 を記録している。ババコアは、1996年、アトランタオリンピックに出場。決勝では、コスタリノバと共に 2m01 の高さまで、すべて1回目に成功。続く 2m03 を、コスタリノバは1回目に成功したが、ババコアは3回続けて失敗。 この後、ギリシャのニ期バコンや兄が2メートル03ーーを成功させたことから、この大会の銅メダルが確定した。ババコアは、1997年のアテネで開催された世界選手権では、1メートル96で優勝したノルウェーのハンネ・ハウグランに次ぎ、ロシアのオールがカルトゥリナと並んで銀メダルを獲得。翌年は2人目の子を出産。出産後、 1999年のセビリアの世界選手権では1メートル9 9でロシアのエレシナとスベトラーナ・ラピナと同記録ながらもババコアが勝利。世界選手権で初めての優勝を果たした。ババコアは2000年シドニーオリンピックに出場するも1メートル9 9の高さを3回失敗し、1メートル9 6で5位に終わってしまう。 しかし、翌年のエドモントンの世界選手権では2メートル00で、南アフリカのヘストリー・クルーテと同記録であったが、2位となり銀メダルを獲得。世界選手権で5回目の表彰台となった。その後も、ババコアは大会に出場し続けるが、2003年のパリの世界選手権では8位。2004年アテネオリンピックでは9位に終わっている。ありがとうございます。